皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回はタムロンさんから新しくですね発売されるこちらのですね50から 300mm F4.5 から 6.3 DI3VC-VXD というですねこちらのレンズを新しく6月27日に発売されるのでちょっとねご紹介をしていきたいなっていうふうに思ってますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。でこのね50から 300mm 同じようなレンズで70から 300mm というですねレンズが同じような F 値であるんですけども、さらに 50mm というですね広角側が広く使えるようになったっていうレンズで、しかも手ブレ補正が入ったレンズ、このねレンズを聞いた時に最初にねタムロンさんからお話しいただいた時に、あーちょっとねどうしようかなって迷ったんですよ。というのがどういったレンズ使おうかなって思った、ちょっとね悩んだレンズなんですよね。でちょっとね50から300どういう風に使おうかなっていう風に悩んだので、ちょっとレビューをやろうかどうかね迷ったんですけども、実際にこのねレンズのスペック見ると、まあ、手ブレ補正が入ってますよ。でそうすると α6400 とか APS-C のカメラで使っても面白いよね。さらにですね 50mm 側で 0.22m まで寄れる、これハーフマクロ的な撮影もできるので APS-C で使っても面白いし、フルサイズで使っても面白いレンズだな、あこれちょっと使ってみたいレンズだなっていうふうに思ったので、今回ですねタムロンさんからお借りして実際にちょっと使ってみた感想っていうのをですねお話ししていきたいなっていうふうに思ってますので、まあ、もちろん良かった点悪かった点あるかと思いますけども、その辺も含めて皆さんにレビューしていきたいなというふうに思ってますので、よかったら、まあ、購入の際の参考にしてみていただけたらと思います。まあね 50mm から 300mm のレンズと70から 300mm のレンズ、まあ、どっちがいいのかなっていうふうに悩む方もいらっしゃるので、その辺のね参考にしてみていただけたらと思っております。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、それではですねタムロンさんから新しく発売されるこちらのですねソニーの E マウント用の望遠ズームレンズですね、50から 300mm F4.5 から 6.3 DI3VC-VXD モデル A069 というですねこちらのレンズが6月27日よりですね発売される予定になっております。このレンズをですねいろいろご紹介をしていきたいなというふうに思っております。タムロンさんでですね70から 300mm の同じようなね F 値のレンズがあったと思いますけども、それのですねちょっと広角側がね少し足らないというですね、まあ、ユーザーの声に応えて、まあ、50mm からっていうレンズをですねちょっと作ってみましたよっていうのがこのレンズになっております。まあ、70mm でちょっとねあの画角狭いなって感じることも多いかと思います。その中で 50mm からですね使えるようになったっていうのはかなりですね使いやすさとしては上がってますし、まあ、VC ですね手ブレ補正、レンズ内手ブレ補正が入ってますので、例えばあの70-300のレンズの時ってあの手ブレ補正がレンズ内手ブレ補正が入ってなかったので、例えばフルサイズのカメラでボディ内手ブレ補正が入ってるカメラではいいんですけども、 APS-C でもちょっと使いたいなって思ってる方にはですね手ブレ補正がないとなかなかねちょっと使いづらさもあるのかなっていうふうに思います。特に望遠レンズってこうね望遠側で撮影するときってめちゃくちゃ手ブレが起きやすいので、そういった場面でですね APS-C ではちょっと使いづらかった部分をこのね VC ですね手ブレ補正が入ることによってフルサイズでも使えますし、共有して APS-C のカメラを持っている方でもですね使えるレンズになったっていうところがすごく大きな特徴かなっていうふうに思います。でこのレンズですねいろいろ特徴あるんですけども、その部分をですねちょっとご紹介をしていきたいなっていうふうに思っております。まずはですね、まあ、広角側70-300から新しくですね 50mm 側をですねカバーしたレンズとして、まあ、50-300というレンズなんですけども、しかも手ブレ補正まで入ってるんですけども、重量がですね665g しかありません。なので前のレンズ70-300の時よりも 100g アップはしてるんですけども、 50mm 側、まあ、広角側が広く撮れるようになりました。で手ブレ補正もつきましたっていうところで、まあ、使いやすさとしてはかなりレベルアップしてるんですけども、重量としては 100g ぐらいしかですね変わらないですよっていうところがすごく特徴として大きいので、このレンズをですね、まあ、フルサイズで使っていただいてもすごく軽くて使いやすいレンズになってますし、APS-C のカメラとかにですね、まあ、例えば α6400 とか α6700 とかにつけても ZV-E10 とかにつけても ZV-E10 だったらちょっとね重いかなっていうふうに感じるかもしれないんですけど、
ども、ちょっとね、フロントヘビーになるかもしれないんですけども、6400とか6700台のですね、まあカメラにつけても全然ですね、まあそんなに違和感なく使えるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、特にですね、やっぱりこう手ブレ補正がついたっていうところは APS-C のカメラでも使い回しがですね、良くなったかなっていうふうに思うので、その辺はすごく大きなポイントかなっていうふうに思いますので、確かに7300のレンズって安いんですよ。いくらぐらい ?5、6万ぐらいで買えるレンズなのかな。それに対してこのレンズ希望小売価格で15万ぐらいなので、実売価格は14万とか13万ぐらいになるかと思うんですけども、そうするとやっぱね、結構ね、倍ぐらいの価格、倍以上の価格はしてくるかなってところなので、どうなのかなっていうふうに私も最初思いました。実際に 50mm 側が使えて手ブレ補正が使えても価格はね、ちょっと高いかなって思ったんですけども、でもね、実際に私これ使ってみて 50mm が使えるってめちゃくちゃ便利だなっていう風に思いましたね。これの7300のレンズってソニーの E マウントでは使ったことないんですけども、ニコンの Z マウントの方で使ったことがあって、確かにですね、すごく便利で、まあ、価格も安くて使いやすいレンズだなっていう風に思ったんですけども、 70mm 側はちょっとね、狭いなって感じることもやっぱりありましたので、それが 50mm 側になることで結構ね、使いやすさとしてはアップしてますし、プラスですね、まあ、APS-C でも使えるのが結構ね、面白いのかな。7300の時はちょっとね、 APS-C で使うにはちょっと厳しいなって思ってた部分があるので、やっぱね、 300mm っていうのが APS-C で使うと 450mm 相当になるじゃないですか。そうするとですね、まあ、シャッタースピードのやっぱり1000分の1秒とかにしないとやっぱり手ブレが起きやすいんですよね。で、1000分の1秒とかだともうほんと昼間の明るい部分でしか使えないので、まあ、500分の1ぐらいで使いたいと思うんですけど、結構ね、手ブレが怖いなってところで、その辺をこのね、手ブレ補正が、レンズ内手ブレ補正が加わることによってグッとね、使いやすさはアップしたのかなっていうふうに思いますので、まあ、APS-C のカメラでもすごく使いやすくなっております。で、まあ、実際に、まあ、50mm から300mm 使えて手ブレ補正、まあ、わかりましたよと。じゃあ写りどうなのよっていうところなんですけども、いやね、これがね、写りやっぱりいいですね。私、田村さんの写り結構好きでですね、すごくいいレンズが揃ってるなっていうふうには思ってますし、まあ、実際に、ね、撮ってみるとすごくいい感じに撮れるかなっていうふうに思いました。まあ、この辺はね、作例いろいろ見ていただいてですね、どんな風に撮れてるのかっていうのはですね、ちょっと見ていただきたいと思っております。はい、とまあこんな感じでいろいろね、撮ってみたんですけども、まあカメラによってね、いろんな撮れ方っていうのは変わってくるかと思いますし、あとはどういう風に撮るのか、設定値によってもですね、撮れ方っていうのはまあ変わってくるので、一つのですね、参考程度にはなるかと思うんですけども、まあ結構ね、いい感じに撮れるレンズだなっていう風に感じましたね。ただですね、まあデメリットをですね、まあ上げるとしたら、やっぱり 4.5 から 6.3 とちょっとね、暗めのレンズではあるので、シャッタースピード稼ぎたいなって思ったところではですね、ちょっと暗すぎるなって思う部分は
若干ね感じるかと思いますけども、その辺はねいろいろ、まあ、三脚を使ったりとかいろんな工夫で、まあ、カバーすることできますので、その辺ねちょっとね明るさが足らないなって部分で、このね 4.5 からっていうところをどういう風にカバーしていくのかっていうのは、まあ、いろんなアイデア次第になってくるのかなっていう風に思います。はい、まあ、やっぱりねあの単焦点レンズとかの 1.8 とかと比べるとやっぱりねかなりですね暗くなるので、その辺をどういう風に工夫して撮影するのかっていう考え方は必要になってくるレンズにはなってくるかなっていう風に思います。ただ昼間の明るい部分で使うには 50-300mm ってめちゃくちゃ便利なレンズなので、その点に関してですね使いやすさという形ではですね使いやすかったので、あとはね F 値をどういう風にまあカバーして使うのか、まあ、基本私は F8 ぐらいに絞って使ってたので F8 で使う部分ではですねそんなに気にならなかったんですけども、これねマクロ撮影もできるんですよ実は。ハーフマクロとしてね 50mm 側で撮影するときって 0.22m まで寄って撮影できるので、かなりですねマクロ的な撮影がすることができるんですよ。 50mm から 300mm 使いながらこう散歩しながらですねいろいろ撮影しながら、例えば今回ねアジサイなんかもあすごく綺麗だなって思って風景撮りながらですね、そのアジサイの寄った撮影っていうのもこれ1本あればできるわけなんですよ。そういったねあの汎用性の高さっていうところはマクロレンズだけではですねちょっと難しいかなっていうふうに思うので、そういったマクロレンズもカバーしてますよ、で50から 300mm までカバーしてますよ、手ブレ補正までついてますよっていうですね、こういったレンズだといろんな場面で使えるのかなっていうふうに思うので、まあ、マクロレンズだとちょっと限定されたシーンでしか使えないよっていうところをですね、まあ、これは1本でいろんなシーンで使えるレンズになってるのかなというふうに思います。で AF に関してどうだったのかというと、まあ、AF に関しては問題ないですね。まあ、タムロンさんのレンズつけて AF が問題あったことなんか今までないので、まあ、その辺はですね普通に使えるレンズになっておりますので、 AF がねめちゃくちゃ遅いとか AF が全然合わないとかそんなことはもう全くないので、まあ、その辺は安心して使えるメーカーなのかなっていうところで、普通にですね、まあ、使ってて問題なかったかなっていうふうに思います。特にですねソニーの、まあ、カメラっていうのは AF かなりね精度高くて速いので、その辺をですね、まあ、しっかりカバーできてるレンズになってるかなっていうふうに思います。でこのレンズはですねこのタムロンレンズユーティリティにもですねここ対応してるんですよ。なのでカスタマイズもすることできますし、ね、いろんな、ね、動画のシーン写真のシーンでですね可能性を広げるタムロンの、ね、独自開発のソフトウェアのこの、まあ、タムロンレンズユーティリティっていうのは私過去にもいろいろねあのお話ししてますけど、めちゃくちゃね素晴らしいものなんですよ。いろいろねカスタマイズすることができるっていうのがこのタムロンのレンズの特徴になってますので、その辺はね結構推しのポイントかなっていうふうに思います。はい、でここのですねフィルター系っていうのも 67mm とですねもういつものすごく使いやすいフィルター系でですね、まあ、今まで持ってる方っていうのは使いやすいかと思いますし、あとはですね簡易防滴の構造になってますし、汚れにくいコートもされておりますので、その辺は快適にですね使えるレンズなのかなというふうに思います。まあ、もちろんファストハイブリッド AF とか瞳 AF とかにも対応してますし、カスタマイズできるボタンがついてたりとかしますので、あとはねここロックしたりとか、こうねレンズが伸びないようにロックしたりっていう形になってますので、便利に使いやすいレンズになっているのかなというふうに思います。でこれ 665g というですね軽さなので、まあ私の場合ですね α6400 とね組み合わせて使いたかったなっていうふうに思うレンズですね。そうするとマクロ撮影もかなりね寄って撮影することもできますし、面白いね撮影いろいろできたかなっていうふうに思います。まあ私の α6400 のねモニターが壊れてるのがちょっと残念で今回使えなかったんで、まあ、α7M4 で使ってたんですけども、あちょっとね α7M4 につけてみましょうか、どんな感じになるのか。 α7M4 につけるとこんな感じですね。伸ばすとこうなる、まあ、伸ばすと結構ね長くはなりますけども、そんなにね重くはないので、ボディと相性がすごくいい重さかなっていうふうに思います。重すぎずもなく軽すぎずもなくっていうところですね。これで50-300mm カバーしてますし、まあ、レンズフードつけるとこんな感じですね。まあ、そこそこ長く見えるんですけども、印象としてはですね 70-180 と同じぐらいの大きさで、重さかなっていうふうに、重さもね同じぐらいかなっていうふうな印象だったので、まあ、そんなに重くもなく使いやすいレンズかなっていうふうに思います。これね α6400 とかの APS-C のカメラにつけてもそんなにね重くなく、 α6400 がどのくらいの重量だかな、まあ400
いくつぐらいとかの重量で、こっちが 665g なんで、まあ、そんなにねめちゃくちゃ重いわけではないので、バランス的にですねそんなに変わるわけではないので、まあ、すごく使いやすいのかなというふうに思います。さらにですね APS-C で使うと75から 450mm まで使えるレンズにですねなるので、まあ、相当ですね焦点距離が75mm から 450mm 相当のですねレンズに変わるので、まあ、野鳥とか撮ってもすごく面白いんじゃないかなというふうに思いますし、その焦点距離でマクロを使っても面白い。 75mm 相当で 0.22m まで寄って撮影できるので、それも結構ね面白そうだなというふうに思いますね。それで撮ってもかなり面白いんじゃないかなというふうに思うので、まあ、よかったらこの辺使ってみていただけたらと思います。価格がねちょっとね高いかなって思うかと思うんですよね。15万4000円ぐらいですね、税込みで、まあ、希望小売価格っていうのがですね。で7300の方が、まあ、6万円7万円ぐらいの価格だったので、それ考えるとね倍近くするのかなってところで、まあ、50ミリが必要な方で手ブレ補正が欲しい方、例えばAPS-C のカメラ、まあ、持ってますよ、ソニーの APS-C もフルサイズも持ってますよっていう方はこっちの方がやっぱりおすすめですし、まあ、フルサイズしか持ってないよ 70mm からでもいいよって方はですね 70-300 でもいいのかなっていうふうに思いましたので、その辺はね、まあ、人によってどういうふうな使い方をするのか、どういったところが必要になってくるのかっていうところで、まあ、変わってくるのかなっていうふうに思います。まあ、その辺はケースバイケースなので、自分の買える予算の中で、そして使う範囲の中で選んでいただければいいのかなというふうに思いました。で、私は今回これ使ってみてめちゃくちゃ使いやすかったので、全然ねありのレンズかなというふうに思いました。最初ねこのお話いただいた時、50から 300mm 4.5から 6.3 かどうしようかな、このレビュー受けようかどうかなって思ってたんですけども、まあねこう手ブレ補正が入ってる点と、あとはこうね最短撮影距離が短いっていうところで、あマクロ撮影ができるし APS-C で使っても面白そうなレンズだよなというふうに思うので、まあ、この辺ですねよかったら参考にですねしてみていただけたらと思います。はい、というわけでですね、まあ、こちらレンズですねいろいろご紹介をしていったんですけども、まあ、実際に私が使った感想としてはですね、すごくね良かったです。 73mm の時も同じような F 値で 4.5 から 6.3 とかだったかなっていうところで、やっぱねちょっとね明るさが欲しい場面でちょっと 4.5 からっていうのは暗いなって思う場面もありましたし、ちょっと広角側も欲しいなって思った場面もあります。でそれ考えるとやっぱね 50mm 側が使えるようになった、広角側がねもうちょっと広くなったっていうところと、まあ、手ブレ補正が使えるようになった、この2点はですね、まあ、かなりですね使い心地としては上がったかなっていうふうに思います。なので手ブレ補正が入ることによってですね、望遠側でのですねシャッタースピードをある程度、まあ、抑えて撮影することができるので、その点で明るさっていうのはですねある程度補えるようになったかなっていうふうに思います。手ブレ補正がない状態で 300mm ってやっぱねちょっとね厳しい部分も、シャッタースピードをですね結構速くしなきゃいけないので明るさが足らないと感じる部分もあるかと思うんですけど、まあ、フルサイズに関してはそういった場面ではそんなに感じることはないかもしれないんですけども、 APS-C のカメラで手ブレ補正が入ってないカメラをですね使う場合はやっぱりですね手ブレ補正がないと厳しいなっていうふうに思って、その辺はかなりですねこっちのレンズの方がおすすめできるポイントかなっていうふうに思います。あとはですね、まあ、ハーフマクロ的な使い方ができる 0.22m まで 50mm 側では寄ることができるっていうところと、あとは 300mm 側でも 0.9m まで寄って撮影することができるので、まあ、ハーフマクロ的な撮影もね結構面白いなっていうふうに思いますし、これをね APS-C 例えば α6400 とかで使った場合に、さらにですね、まあ、焦点距離が 75mm 相当から450mm 相当になりますので、まあ、そうすると 75mm 相当で 0.22m まで寄って撮影できるっていうのは、もうハーフマクロ的な撮影としてもマクロレンズ買わなくてもこのレンズで1本でですね、まあ、望遠も使えるし、まあ、50mm 側も使えるし、マクロレンズ的な使い方もできますよ、で手ブレ補正も入ってますよっていうところで、結構ねすごく使いやすいなっていうふうに思ったですねレンズになってますので、その辺でもですね結構おすすめしてもいいかなっていうふうに思いました。ちょっとネックとしては価格が高いなっていうふうに思ったんです。どうしても 70-300mm のレンズがめちゃくちゃ安いので、それに比べると倍近い価格がするのがちょっとね難点かなっていうふうに思いました。まあ、それもね手ブレ補正とかが入ってるんで仕方ないことなのかなっていうふうには思いますけどもね。まあそうですね、10万円
か10万円ちょっとぐらいで買えればかなりいいレンズなのかなというふうに思いましたので、希望小売価格が15万4000円なので13万とか14万ぐらいになるのかなってところで、この辺が高いか安いかってどう考えるのかな、まあ、円安の影響もあるかと思いますけどもね、どう捉えるかっていうところですね。使いやすさっていうところを重視するならこっちのですね50から300ミリで、価格面を考えるなら70、300ミリっていう選択肢もあるかと思いますので、それはですね人の状況によって変わってくるかなっていうふうに思いますので、まあ選択肢がよりですね増えたことによっていろんな人によってのですね選びやすさっていう選択肢が増えたかなっていうふうに思いますので、その点ではすごくね評価的にはいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、このレンズがある意味はですねすごく出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、まあ、ソニー機の APS-C とフルサイズのカメラを持ってますよって方は絶対ですねこっちの方のレンズがいいと思います。はい、手ブレ補正入ってるんで絶対 APS-C ではこのレンズの方がいいと思いますし、 APS-C で使ってもですね、まあ、全然問題ないぐらいの軽さになってますので、その点もね大きなポイントかなっていうふうに思ってます。対してまあフルサイズで、まあ、手ブレ補正が入っているカメラを使ってるよって方はですね70-300でもいいかと思いますし、70-300の方はですね 70mm 側でも 0.8m までしか寄れないんですよ。なのであんまりね寄れないレンズなので、ハーフマクロ的な撮影ができるこっちのね50から 300mm のレンズっていうのはかなりねおすすめ度は高いんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、その分ちょっと価格は張りますけども、その分ですね使いやすさという点ではですねかなりですねこっちの方がおすすめできるポイントとしては大きいのかなというふうに思いますので、あとは予算に合わせて選んでいただけたらいいのかなというふうに思っております。はい、というわけですね、これね使ってみたけど結構面白かったです。スナップなんかで使うとすごく使いやすいですね。まあ、70-300も使ったことあるんですけども、ちょっとね広角側欲しいなって思う部分がやっぱりね時々あったんですよね、スナップなんかで使う時に。でそれを50ミリで使えたってところはすごくポイントとして高いなっていうふうに思いましたので、あギリギリだなっていうふうに思いまして、50ミリ結構ねギリギリ、このシーンで50ミリ結構ギリギリ使えるなっていう部分だったので、まあ、35ミリあるともっといいのかなっていうふうに思いましたけどね。そうするともっとね価格上がってきてもっとでかくなるかなっていうふうに思いますので、まあ、50ミリでこのね大きさと重さをカバーできたんならこれでね、まあ、納得できるところかなというふうに思いましたので、まあ、よかったら使ってみていただけたらと思ってます。実際に、ね、スペック見た時の印象と使ってみたところの印象が全く私の場合違ったので、最初は50から300あんまりこう興味のない焦点距離かなって思ったんですけども、実際に借りて使ってみたらめちゃくちゃね使いやすかった、面白かった焦点距離かなっていうふうに思いますので、あ意外にこれありだなっていうふうに思いましたので、まあねこれね使ってみてやっと伝わるレンズかなっていうふうに思いました、ね、良さが、うん、なかなかねスペック上では伝わりにくいかなっていうふうに思ったんですけども、あの50ミリから使えるのって面白いなっていうふうに思いました。なかなかないですよね、50から300ミリっていうレンズがないので、その辺考えてもね結構ね面白いレンズかなっていうふうに思ったので、まあね触ってみて使ってみていただくのが一番ね良さが伝わるのかなっていうふうに思ったレンズではありますので、あこういった焦点距離ちょっと欲しかったな、でもどうなんだろうっていう方の参考になればすごくいいのかなっていうふうに思いますので、まあ、新たなですねレンズの選択肢として一つ入ってきた感じかなっていうふうに思います。はい、というわけですね、今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of